第1回かがり火勝者川決勝始めていきましょう。あーいいっすね、バルーンステージ。まずはエイハが一発当たる、棒立ちエイハが当たるっていうね、こう何巡したんだろうこの世界みたいな世界が何巡加速したらここまでなるのかと、うん、目を据えているのが、うわー、手すり上か、ジャンプ上がりに横スマッシュ。こちらもまた一発目からなかなか太い選択でした ね。まあよくゲンが喋ってるんですけど、はい、まあ、ザクレイ用の対策って言ってましたね。ザクレイにはなかうわうわ止めてきた。まあそれほどまでにこのザクレイまでに道のりが遠いってことなんでしょうね。弱しか当たんねえみたいな。はい、まあ、あうまい、引き阻止通した。いい引き阻止。あっ、うん、シールド回復時間も込みでね、崖から逃げましたね。ゲスピン止めちゃった。まあこれさっき一番最初にやったやつですね。返しでしたねですね。アルセーヌがいるうちにやりきれたというのもかなり大きいです。うまい。オリクウエから空中後ろ繋いでいって、この吹き刺し展開ガンって対空時間を伸ばすが見切ってましたね。今のは読み合いの一歩先でしたね。はい、ツーフォーガンで前を詰めますが、タクシーでやってやろうという意思ですか。それが屈指合わせる移動回避に屈したから、いやーそうですよね、ちょっと距離を稼がないと移動回避しても届かなかったので、うん、ダッシュ攻撃、着地狩り食え、これはまだか。シーハに下強から展開つけて空中しろ、上から悠々戻ってくるがそこまで待ってる。今度は回避するという策に選んだんですけど、剣が今度はじゃあ回避見るよと、はい、ただ怖いですね。投げをもらったことによってゲージは溜まりきると、まあ、時間は30秒だね、ちょっとむ、うん、うわー、ウエスマッシュ、これは着地より強気のウエスマッシュ、まあ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 、いい選択肢はありましたね。これ通しちゃえば勝ちですからね、うん、補正も使ってお、これは大丈夫、うわ仕掛けてきたー。さあ、剣、悲願の勝利なるか。大手ですね。ステージ挑戦状。ちょっと噛みました。失礼しました。空中上から空中しろ、空中しろ、痛すぎ。こっちも空中しろ、強気の選択肢。いや、空前がいい感じで飛んでますね。仕掛けていく、剣コンボ精度もしっかり、ウエスマッシュ着地狩りよ、いや、掴みで崩す、ストックリード日本選手の圧力をうまく使っている。その場がひみましたが、さすがに上投げを選択、エイガオン、エイガオン、ギリギリ撃墜はしない。これは後ろ投げで撃墜。まあそこまでいったらいろいろ見えたけど、トッピンが通るとめちゃくちゃ美味しい。復帰はどうする、しっかり戻ってきて下強外側変更、うまい、素晴らしい対策ですが、足を生かして横強で有利展開を継続。今度は迂闊に崩しにはかかりません。これはコンボが伸びそうでしたが、しっかり上から逃げていく、姿勢が入りすぎた感じはありましたね、うん、うわ、うわ確認している、そう、あと空中ニュートラル着手でしょうかね。そうですね、はい、空中後ろと相打ちに手相も回ってきていくか、着地側に展開、うまっ、大折りで上暴れをケア、大上から暴れを誘っといて大下で、うん、うおー、ジャンプ用に空へ落としから下スマッシュ、わずか 15% で追いついていきます。十分ですね、ハマリーも横胸筋に対して横身差し返し、美味しいダメージが入っていて、アルセーヌが出てくるが、展開継続によってゲージ3分の1を削った状態で横胸で迎えました。このゲーム大丈夫、うまい、 QN 引き返しケア、空中しろ相打ち、怖いよ、まさか狙ってる、狙ってる、しのぎ切ってる、いや回避良さそうっていう、うん、掴みであれば
まだ撃墜はされないといういい拒否でしたね。とはいえバージョンとは逆転、さっきまで投げ多かったのが結構今 DE に効いた感じありますね。そうですね。しかし横強、しかしその場でグーバイクだ。嘘だろ、うわ抜けてる、上側に抜けました。偉すぎる。その回避から横強勝利かけていくです。その浮き上がりに横スマッシュ一発雪辱メスマの。いやーこれは嬉しいでしょうね。剣本当にねザクリに勝てないことだけをすごい悩みにしてたんで、うん、その今までの悔しさも喜びでひとしおでしょうね。